こんにちは、シュウです。今回は陣王が使って裏闘技場やっていこうかなと思います。継承が左からカラット、おでドライヤツ、イデアルイヤツ、キリがカラットで、コットンクシナダで、ディアブロがシェインだね。はい、やっていきましょう。これいろいろパーティー考えたんだよ。陣王が陣王がとか、陣王が陣王がで 7×6 使うとかいろいろ考えたんだけど、うわー欠損してる。なんか陣王がディアブロスがね、結構リダチェンとかもしなくて一番楽かなってことで、今回これでやります。うん、オッケーで、欠損してないね。っていうか今水消しすぎだな。これ使っていこう。最初ね、闘技場3やってたんだよ。闘技場3やってたんだけど、普通に勝っちゃったでさ、これいいのかなと思ってちょっと裏闘技場やってます。はい。なんかね、闘技場3やってた時にこのパーティーが強いのか、じゃなくて、ジンオーガが強いのか、サブが強いのか、よくわかんなかったんだよ。で、欠損だな。基本的に 7×6 だからあんまり、あ、でもいいね。ちょうどお邪魔消すだからあんまり関係ない。そう、割とパーティーの暴力感があるけどね。お邪魔が暗闇に、1個、2個、1個、2個、3個。うわ、すげえ嫌な、嫌なあれだな。こう来て、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 こう。これで消えてるはず。多分消えてる。オッケー、ノー、消えてる？消えてるな、危ねえ。これ残しちゃうと大ダメでやられちゃうんだよ。これ通常盤面ならこの、煙幕のとこそんなに広くないのかな？あんまり通常盤面、いつも 7×6 で多いから、わかんねえや。あー、緑消したい。やべえ、火が繋がってる。下手くそー。いけるかなこれで。あ、いいね。水落ち込ん激圧。キリがやっぱいいからね。キリね、指あるだけでもっと強いんだけど、指ないのがちょっと痛いよね。まあ、その分ドラゴンキラー3つがめちゃめちゃ強いんだけど。5。5色5倍出すか。5色5倍。はい。いや、下手だな。どう？ 5色5倍。止まれ。オッケー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 。うわー、全然削んない。あぶねー。あれ、こんな削んなかったっけ。そうだよね、5倍だけだもんね。ちょ、ごめんなさい、なんかもうちょいちゃんと組めばよかった。で、あぶねー、ちょっと助かったね今。はい、オッケー、いいんじゃない。これで色倍率は出てないんだけど、あれの倍率は出てる。ただキリが多分余裕でオーバーしちゃうな。あ、いい、いい、全然いい。で、根性も切れたね。あー、てか、リーダースキル見てなかったね。ジンオーガが5色軽減4倍、7コンボ軽減3倍。ディアブロが8コンボ軽減、攻撃 8.5 倍。で、ここでいこう。やっぱり 7×6 だとさ、ずれちゃうよね、パズルが。もうちょっと正確に組みたいんだけど、難しいんだよ。あ、いいよ。いいんじゃない？やべ、腹減ってきた。ここは突破でしょう。わー、いいね、重傷も決まった。ナイス。こいつ意外と強いよね。なんか盤面初手で回復の十字がないとすごい、十字じゃねえや、回復の追撃がないとすごいめんどくさい。回復の追撃あれば全然簡単なんだけど。で、ここも行きまーす。私さ、何回か動画で引いて、動画外でも引いたんだけど、あいつが出なかった。ネルギガンテだっけ、あれ出なくてさ、ちょ、どうしよう、もう追加で引きたくないよ。ちょっと今悩み中。なんか前 YouTube に上がってたの、ネルギガンテ1分討伐みたいの。私あんまモンハンやんないからわかんないんだけど、多分すごいすごいんだろうね。オッケー。で、ここは次倒しちゃおうか。うわ、見て、ジンオーガが残り2ターン。いいね。いつもさ、この、次の次かな。で、吸収向こうの敵出てくる可能性があるんだけど、毎回溜まってないんだよね。なんだけど、ジンオーガなら溜まっちゃう。やっぱこれ相性いいね、この、スキルチャージとリーダースキルが5色っていう点で。ここも普通に行きます、普通に。よいしょ、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 よいしょ。これ軽減率とか何倍なんだろうね。そういうの私全然いつも見ないからわかんないけど、はい。で、ガードブレイクね、ディアブロスあんのも地味に激アツ。OK。だからあの顔面とかもね、ディアブロスで余裕でいけちゃうもんね。あ、いいね。ちょうど吸収のやつ出た。で、ジンオーガ使います。倒せるかなこれ。水多め。2セットあれば、
けるのではないでしょうか。あ、うまいあ、うまい。うわ、これ光もう1セット組めそうだな。でも無理だ、私のパズル的に。あ、なんか今うまい人なら光落とせたんじゃない、あの下のとこで。いいね、これ多分いったと思う。で、追撃の色はないのか。追撃欲しかったな。何出る？こいつはいい。こいつ一番良かったかもしれない。水が強いんだよな、ここで。水の敵が。いや、火遠いな。あ、でもこれで落とせてる。危ねえ、今、あー、なんで上にやってよかったのか。オッケー。いや、マジで強いな。サブが。いや、わかんない。リーダーも強いのかもしれないけど、サブが強い。サブも強い。うん、いい表現。耐えれるよね耐えれるよね、これ。あ、オッケー。あ、余裕だ。なんか半分ぐらいしか食らなかった。なんかうるせえな、自分の声が。たまに動画撮ってて、自分の声がうるさいんですよ。いいんじゃない？あ、色調整すればよかったな。今ミスったね。変に消して欠損すると危なかった。やっぱ、全然欠損しないね。本当に。で、AI がうまくいってほしい。闇が一番残ってほしくない。闇以外なら残っても、まあ、最悪 OK なんだけど。ちょ、闇残んないでください。闇消さなくてもいいっちゃいいのか、でも。5色5倍だけ出ないだけで、コンボ倍率に乗っちゃうもんね。はい、OK。理想は全員倒してほしい。残るなら闇以外にして。いけ！いやー、出すよね、出すよね。ただ闇が少ない。これいいな、コンボ倍率でいけるな。闇は消す。いや、こういう時私いつも消しちゃうんだよね。街になってないんじゃないこれ。いや、なってるな。なってるね。一点待ちになってる、その右のとこで。ですよね、ですよね。そこピンポイントでいくんで。いや、これは私が悪い。完全にやっちゃった。死ぬ死ぬこれ。いや、でも闇多いな。ちょ、外します。いや、今の街にしてたの悪かったけど、そこで1点来るっていうのもパズドラらしいですよね。いやー、ごめんなさい。やっちゃった。ただ、これで耐えれんなら、次から耐えれるもんね。耐えれるこれ。あ、耐え、あー、欠損か。ちょっと、ごめんなさい。下手くそ。これ、無駄だったね、結構。で、しっかりターン稼いでから行こう。はい、ここで行きます。そう、あるあるだよね。この、1点外して、ちょうどそこに落ちてくるみたいなね。ちょっと下手くそだけど、OK でしょう。さあ。で、オーガの先生は多分耐えれる気がする。わかんないけど。次の次か、オーガ。一応ね、ゴエモンはコットンに口なだいるから全然 OK なんだけど。このパーティーだとっていうか、ほとんどのパーティーだとね、イザナミが本当に辛い。イザナミの指祝いがマジでやべえ。あれ来ちゃうと結構私どうしようもないんですよ。はい。で、耐えてほしい。っていうか耐えろ。で、欠損はギリしてない。危ねえ。緑が危なかった。耐える。あ、余裕だね。あ、余裕だな。つうかめっちゃ経験率高いんじゃないこれ。緑落として、光落として、あ、ちょ待って、久しぶりの落とし。あ、これいいんじゃない落とし。私ほとんど落としできないんだけど。これうまいんじゃない落とし。あ、うまい！あんまり、あんまりできない落としをやっている。うわ、うまい！やっぱ落としって落ち子をね、呼びやすくなるから結構、使っていきたいんだけどさ、なかなか難しくてなかなかできないんですよね。しっかり超といいな。あ、でも下で組めてるな。いいんじゃない？あ、さっきジャンプ立ち読みしてきたわ。オッケー。さあ、ワンピース救済だった。欠損ないね。ない。はい、次顔面だからね。いや、強いな。強い強い強い。全然強い。で、ここもしっかりいきます。今ね、ちょ、難しい言葉使おうと思ったけど、間違えてそうだからやめた。なんか、相乗なんとかみたいな感じ。ね。OK、いいね。キー全体になってるけど、まあ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 。あ、待って、追撃の色欲しい。あるね、ある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 。いい、やっぱガードブレイク強いと思ったけど、コットンでも一応貫通できてんな。
うわ、ネルギガンテ溜まってる。やば、じゃない、GO がさ、これさっき使ったのに溜まるってやばいよね、冷静に考えて。え、結構やばくないっすか。まあ、やばくなかったら全然やばくないって言っていいんですけど。え、結構すごくない ?GO が溜まんの。基本的に、あそこで使ったら溜まんないんだけどな。はい、ジオが使います。ジオがね、回復出すとね、ちょっとなお良かったね。これはすげえすげえあれなんだけど、まあ、すごい十分強いんだけどね、回復出すとなお良かった。回復して突破したいってパズドラで結構あるからさ。はい、で、ゴエモンは来ていいんだ。イザナミやめて、マジでイザナミやめて。指祝いが辛すぎ。うわ、強い。ジオがスキルチャージがでかすぎ。わーば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 ー、わー、たまっ、やつが残り、くっそ、どうすっかな、やつが残り2ターンか。やつ、オールドロップ笑顔がたまんのか、スマイルじゃなくてタイムが。それなら、オールドロップタイム打つか。オールドロップタイムからの威嚇打とう。威嚇じゃねえや、威嚇だ。じゃないってんだ、うるさい。はい。はい、これでどれぐらい削るかだな。ハンスいるよね、さすがに。オールドロップタイムだけじゃいけないよね、結束してるし。使うか。これ打って、イデアルのカラッと打ちます。じゃない、キリのカラッと打ちます。でも打ちたくないな。でも打つか、打とう。打ってミリ残しが理想だけど、倒しちゃうんじゃないかな。多分倒しちゃう気がする。理想はミリ残し、理想はミリ残しだけど倒すんじゃないかな。ほんでカラットすごいからね。あ、いい調整。いい調整、いい調整で、ここでミリ残しが本当の理想かもしれない。でも怖いんで全力で倒しに行こうと思ったけど、木が遠すぎ。これは多分倒したね。倒したけど全然 OK。 そう、おでドラがサクサク来すぎて溜まってなかったな。とか、どっかで使ったのかな。ナイスナイス。さあ、でもどっかでスキルダメしないときついな。なるほど。人木。あ、すげえ、副属性ほとんど外れてる。で、確か初ターン来んのが、あれだよ。水は残しといた方がいいな。初ターン来んのが、割合かな。何色消そう。火だな、火。火多すぎ。待って、色ねえじゃん、色ねえじゃん。今気づいた。危ねえ危ねえ、今追撃の色なかったね。今気づいた。 OK、 ここでいきます。多分いけるでしょう。闇多いしね。危ねえ。OK、 どうです。多分行ってくれるはず。これでいけ。さあ、何でもいい。色もあるから、かぐつしでもいいよ。お、ここカットしていいかな。カットしよう。カットして、とりあえず、カラットまで貯めようかな。カラットまで貯めて、ちょ、ごめんなさい。ちょっと貯めます。よし。で、ここでジンオーガ使おう。ジンオーガ使って、で、今思ったんだけど、ジンオーガ使うと回復ないんだよね。次、あいつで耐えれるかな。次、先制してくる敵いるじゃないですか。な、茨城同士だっけ。これ耐えれんのかな。これ待って、これで耐えれなかったら結構やばいパーティーだな。結構欠陥パーティーだな。耐えれるこれ、次の茨城同士出た場合。理想は8姫が茨城同士。カマエル出ると相当きつい。カマエル以外でお願いします。いや、茨城同士が耐えれないならやばいんだけど。OK、OK か分かんないけど、OK。8姫、いや、8姫でもいいよ。お、え、
よし、やっとここまで帰ってきた。イザナミ強すぎ。オッケー、いいね。もういいやつ撃っちゃおう。で、さっきあれだね。追撃しないと軽減貼れないんだね。なんか聞いたことあったわ。パール追撃しないと軽減貼れないみたいの。でも実際になったの初めてだった。いや、くっそやられたな、マジで。オッケー、いいよ。ここはちょっと早送りでいいか。オッケー、オッケー、ここで落とそう。ここで落としたいんだけど、色見ようか。緑、緑、闇。これで闇が組めてるはずなんだよね。で、ラクシュミー出ないでくれ。ラクシュミーが強すぎんだよな、毎回言うけど。オッケー、いいんじゃない？いいね、いいね、すごいいい。オッケー。いやー、悔しいな。だからもうそもそもあの時点で負けてたんだね。パール時点で、出た時点で。なんで、結構残念だったんだね。で、何来る？うわー、芝か。芝はありなんじゃないかな。とりあえず、いやでも耐えたいな。何ターンか耐久したいけど耐久できないな。行くか。行きます。いやだから今回さ、あれ連れてきたさ、ちょっと待ってね。はい、いいんじゃない。 1,2,3,4,5,6,7,8,9。 押し込ん、1個いいよ。だから今回ね、あれ連れてきたんですよ。ジンオーガにウルカ連れてきた。なんで回復出していく作戦で。うわーだ、でもオッケーだね。オデドラちゃんがいる。うん、オデドラも使っちゃおうか。そうだよね。出し惜しみする必要がない気がする。この子はそんなに戦ったことがない。結構出現率私の中で低いんだよね、この子。はい、いいんじゃない。とりあえずこれで。はい。硬いのかな？どれぐらい削るんだろう？いいね、光の大量消し入った。ああ、意外といけんな。た、根性持ちか。欠損。あ、いいね、すげえ、お邪魔消えた。よし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 よ。いや、あれなんか仕様変わってくんないかな。さっきの、パール戦のやつ。あれきついよ。あの、お邪魔作られると軽減貼れなくなるの。あれ結構でかいよね。オッケー。で、そこにお邪魔持ってこう。水が少ないのか。水。こう持ってきて、火が遠い。火持ってきて、これ変に削って、ダダダダダ来ないよね。はい。ちょっと控えめ、控えめではない気がするけど。いい感じに根性切って。いいよ。いい落ち込ん。ちょうどいいぐらいなんじゃないこれ。いや、でも怖いな。エンハンスありな気もします。撃っちゃおうか。カラッと撃っちゃおう。いや、シーンの方いいか。シーン撃っちゃおう。これカラッととシーンどっちの方が火力出んだろう。毒じゃなくて爆弾を無理やり持ってきて。いいんじゃない？オッケー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 。で、回復来て。回復、追撃分。あるね、ある、完璧。ナイス。ナイスナイスナイス。あいつだろ、ナインガルダ。わー、死ぬ？あ、いいよ。こいつ当たりだよね。で、クシナダ貼ろう。次、ヘラ用にクシナダあります。あ、で、ここでキリがいい感じに生きるよね。私ね、腹減ってきてやばいんだよね。これ取ったらもう、お腹が減っている。はい。ここか。あー、すげえ、右がずれてないか。OK。何着ても一応 OK かな。で、キリでいけるでしょ。いけるね。いや、嘘。ヘラベオクやばい。ヘラベオクやばい。うわ、こいついつも出んな。いつも出んね、動画で。とりあえず、笑顔がダメか。オッケー、おでドラ溜まった。で、おでドラ撃っちゃうか。おでドラ撃っちゃって。で、ここで根性もないし倒しちゃおう。いや、結構このパーティー強いんだよね。強いんだけど何回か取り直ししてる。私の戦い方がそんなよろしくないのかもしれない。いや、でもあのパールのやつさ、いや、でも今回知れてよかったわ。なんか聞くのとさ、実際にやるのじゃ全然違うから、今回ね、知れてよかった。
で、メタトロンだな。あぶねこれ火力足りる？え、待って、そもそも火力足りんのかなこれ。光は多いのは幸い。久しぶりに整地しようか。私整地なんてほとんどやんないんだけどね。まあ、できないっていうのも若干あるんだけど。はい。うわー、さすがだね、さすが。さすがです。ただ盤面悪くないね。光が多い。行くか。カラッと使います。一応イデアルで威圧っていうか遅延はできんだけど、カラッと使おう。この光の量で無理なら無理だ。3。あ、でも言っても。あ、でも3セット組めんのか。3セット組めんなら、組んどきたいな。いや、悪くないじゃん。これで無理なら無理だわ。頼む、行ってくれ。落ち込ん、1個、いける、いけるね。さあ、問題で、ここ。あ、いいね。陣王が使って攻撃者増やすか。回復ないからね。これ使って、水の複数セット決めたいな。水が、2セットか、3セットあればね、3セットだったんだけど。どうしようかな。待ってね、ごめんなさい、見えないな。いつもより真剣に考えております。結構盤面最大に近いんじゃない？1コンボ損失してない、1個繋がってた。ただこれでいけないかな？ OK！ いける！悪くない、悪くないけどちょっと怖い。で、殴って大丈夫じゃないかな。殴ろう。殴ります。殴って。で、まだ次、あれ、ダメージ無効やってこないはず。一旦猶予があるんだよね。一旦猶予があったはず。はい。さすがに削んないでしょ。頼む、ヘラ出ないで、ヘラ、ヘラ出ないで、ヘラ頼む、ヘラ頼む、マジでお願い、マジでお願いします。ヘラ出なかったら勝てる、勝てる、エンハンスもあるし。